戦争、種の生存に関わる争いは、勝利という概念など存在しない死闘ですが、あるのはこの星空の下で他の種が全て滅亡するという結果だけ。アビサルはその日が来ることをできる限り遅らせるために命を懸けて抗っているのですが、常に霊剣と悔いもない。